はい、えー、冒険家の皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、このプレ、あの、このプレゼンにはですね、いくつかのリンクがありますけど、えー、それを開く場合は、この下のね、えー、ここの、あ、ちょっと待って、これ見えないですね。お,お動かさない。はい、はい。えっ、ー、と、こちらのリンクを、えー、開いていただくと、このスライドからの、えー、リンクを、え開くことができます。はい。 で、今までですね、えー、今までは、あの、このコースでは、あの、授業の目標となる CDS を作って、キャンドルステートメントですねで。それからバックワードデザインの考え方に基づいて、まず評価の方法を考えてきました。えー、そこで今回はですね、その評価に合格、えー、できるためにどんな授業をしたらいいか、それを考えてみたいと思います。はい、えっ、ー、と、今週の目標ですけど、えっ、ー、と、 はい。えっ、ー、と、もうすでに、あの、えー、評価っていうのを作ってもらいました。なので、その評価基準に、この合格できるような、えー、そういう授業を組み立てることができるっていうことですね。えー、それから、この、えー、第二言語習得の大きなポイントを二つ説明できるっていうこと。えー、はい。 そして三つ目にですね、文系シラバスに対してその行動中心アプローチの方がいいっていうですね、そういう科学的な根拠を説明できるっていうのも、最後にちょっと説明、あの、話してみたいと思います。はい。えー、まず、あの、早速最初のトピックなんですけど、第二言語習得っていう分野で一番大切なことはですね、えー、たくさんのインプットと少しのアウトプットっていうことです。 えー、このインプット仮説っていうのは、えー、とクラッシェンっていう人ですね、えー、彼が言い始めたことで,でその後です、ね、僕がその30年前に大学生だった頃はあのメリル・スウェインっていう人があのアウトプット仮説っていうのがすごく有名になっていて、えー、実はインプットよりもアウトプットの方が大事なんじゃないかっていうふうに言われていた時期もあるんですけどでも最近の研究ではです、ね、やっぱりあのインプットの量の方が大事だっていうことが、えー、分かってきたというそういう感じですね はい。で、ここで言うインプットっていうのは、あの、読んだり聞いたりすることですね。えー、逆にですね、その、書いたり話したりすることはアウトプットです。はい。えー、だけどですね、その、何でもいいから、えー、っと、読んだり聞いたりすればいいっていうわけではないんですね。えー、なんでかっていうと、難しい、自分のレベルより難しすぎるものをいくら読んでも、それは、その、 言語習得にはあまり結びつかないんです。あと、もう自分より自分のレベルより簡単すぎるものをたくさん見ても、まあ、あの、流暢さとかね、その辺では少し、あの、良くなるかもしれませんけど、そこから新しい言葉を覚えたりすることはありませんので、なので、できる、理解できるインプットで、それより少し難しいぐらいがいいかもしれない、いいんじゃないかと言われていますね。えっ、ー、と、それからですね、この少しのアウトプットが必要っていうこともありますけど、 これはですね、あの、リハーサルっていう、あの、頭の中で、頭の中だけで行われるアウトプット。それも、このアウ、あの、アウトプットの中に入ります。つまり、頭の中で独り言を言ってるような感じですね。えー、それでも、あの、アウトプットとしあの、アウトプットになるので、えー、ですから、その、実際にですね、アニメだけたくさん見て、他の人と全く話してないような、そういう人でも、 いつの間にか日本語が自然に話せるような、そういうことというのはあのたくさんあります。私もそういう人と話をしたことがあります。はい、えー。で、これはですね、先週のその評価、評価のところにもちょっと関係してくるんですけど、えー、第二言語習得ではですね、あの、えっ、ー、と、その本物らしさということがとても重視されています。えー、ですので、えー、なるべくその行動が行われる場所で、 えー、見るもの。えー、それを教材として利用できるようにするといいと思いますね。で、その文系シラバスですよね。あの、みんなの日本語とか、そういう文系シラバスの考え方では、まだ習ってない言葉をですね、えー、もう人工的に取り除いて、すごく不自然な形の教材が使われるんです。えー、ですけど、えー、行動中心アプローチでは、えー、限られた知識でも実際に行動ができるっていうことが目標とされますので、 実際の現場に近い、つまり知らない言葉が含まれている状況の中から必要な状況を取り出す。そういう練習などが重視されます。はい。では最初のビデオはここまでになります。